待っていたぞ、カオル。まあ、座れば。え、どうして私の名前。気づいたか。ザルバ？じゃああなたは、なんだっけ。名前を覚えなさいよ、シルバよ。はあ、どうしてここにいるの？っていうか、どうして人間になってるの？俺たちは共に魔界騎士を支える存在。お互いつまる話もあるの。だから時々こうして魔界で開講し、議論をする。あなたにはわからない、見えない苦労っていうものがあるのよ。カオル、お前に頼みがある。頼み？あいつの支えになってやってほしい。あいつって、甲賀の？あいつがお前の絵を気に入っていることは間違いない。でもあの時の絵ってどうしちゃったんだろう。まさか捨てたりしてないよね。その可能性あるかもね。お前は余計なことを言うんじゃない。カオル、頼む。あいつの笑顔のために。よく言うわ。おお、笑っちゃう。何？だって、甲賀がこの子を生かしてるのは。それ以上言うな。この際だから、きれいさっぱり、すべてを話してあげたら。それは俺の仕事ではない。ねえ、あいつ何隠してるの？教えてほしい。シルバ。教えて。どうしようかしらね。教えてあげてもいいけど。条件があるわ。何？おい。教えてあげるから、その代わり。あの世に行ってちょうだい。何するの？それはこっちのセリフよ。だったら、あなたに、ゾッコンなんだから。霊には私っていうものがあるのに。行け。諦めるな。絵を描き続けろ。